こんにちは、天正交通です。今回は静岡県最北端の駅から静岡県最南端の駅まで鉄道を使わずにバスを乗り継いでいくとどれぐらい時間がかかるかという動画になります。ぜひ最後までご視聴ください。ただいま神奈川県の小田原市神津駅にいます。まずは鉄道で静岡県の最北端に行きたいと思います。はい、ただいま乗ってきました電車は、JR 東海の御殿場線になります。先ほどの神津駅から30分ほど乗車してまいりました。そして、ここにたどり着いた駅が静岡県の最北端になります。静岡県最北端の駅は駿河小山駅になります。ではここからは鉄道を使わずに静岡県の最南端の駅に向かいたいと思います。早速南を目指して移動していきたいと思います。駿河小山駅は JR 御殿場線神津駅から、乗車してくると静岡県に入ってすぐの駅になります。はい、ただいま改札を出て、駅前にやってまいりました。駅前はこんな感じでこじんまりしたロータリーとなっております。そして、先に見えるのが、バス停が見えます。ここから、バスに乗車していきたいと思います。ここから乗車できるバスは、御殿場駅行きの、バスになります。ですのでここからまずは御殿場駅を目指していきたいと思います。路線の運営は、富士急モビリティとなっております。現在地はこの地図から見える通り神奈川県から結構すぐ近くで、そして、この小山町には富士スピードウェイという国際サーキット場があるみたいですね。はい、ただいま、御殿場駅のバスがやってまいりましたのでこちらに乗車したいと思います。バスの車両は、富士急行線の車両のようです。はい、30分ほど乗車しまして、着きましたのは JR 御殿場駅前になります。では、ひとまず次のバス乗り場を、探すために、駅の方に近づいてみたいと思います。こちらは JR 御殿場線の、改札口になります。次に乗るバスも、こちらの富士山口から、出発するようです。はい、では再び、御殿場駅から、次のバスに乗車したいと思います。乗り場は先ほど乗った場所からすぐ、目の前のバス停になるみたいです。ただいまバスが停車している3番乗り場から出発のようですね。そして、この乗り場から三島駅を目指したいと思います。ただいまの時刻は8時35分、そして、次のバスは8時55分なので20分ほどと待ちたいと思います。先ほど停車していたバスが出発してきました。あちらのバスは富士山の5合目まで行くバスですね。今の時期結構登る方がいらっしゃるみたいです。では、こちらのバスで三島駅を目指したいと思います。
先ほど乗ってきたバスの終点三島駅の方に到着いたしました。御殿場駅からここまで所要時間は1時間ほどでした。はい、次のバス乗り場をちょっと探してみたいと思います。次は乗り場は4番乗り場ですね。はい、10時15分発松崎行きのバスに乗車したいと思います。そして、4番乗り場はすぐ隣にありましたね。では、次のバスにこちらの方から乗車したいと思います。はい、次に乗るバスがやってまいりました。次に乗るバスは、特急なので車両は観光バス用の車両みたいですね。東海バス、こちらの方に乗車したいと思います。
ございます。伊豆地域ロック橋は勤労者の確保。なお、堂ヶ島の先は、はい、はい、三島駅より2時間ほど乗車しまして、終点の方に到着いたしました。降りた場所はこのような感じで、バスターミナルとなっております。そしてこのバスターミナルはといいますと、松崎バスターミナルとなっております。はい、だいぶ南に来たのですが、松崎バスターミナルには、鉄道の駅はないので、さらにここからバスを乗り継いで静岡県最南端の駅を目指したいと思います。どうやら次のバスは、4番乗り場から出発するようです。ですので、少しこちらの方で待ちたいと思います。はい、乗る予定のバスがやってきたので、乗車したいと思います。ガラガラかと思いきや全然違いました。ただいま乗車してきたバスに50分ほど乗車しまして、こちらの方で下車しました。そして降りたこの場所が静岡県の最南端の駅になります。静岡県最南端の駅はというと、伊豆急行線の伊豆急下田駅になります。伊豆急下田駅が静岡県最南端の駅となっております。はい、そして、最北端の駅から最南端の駅までかかった所要時間はといいますと、出発した時刻が7時45分、そしてただいま到着した時刻が13時30分過ぎということで、6時間弱という結果になりました。静岡県は東西に長い県なんで、南北はもっと早く到着すると思ったんですが、意外に結構時間かかりました。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。